じゃあ次行きましょう。バルーンね、バルーン。君はどうだ？君気になるからさ。ボタンを押させ、爆発と再生を繰り返すということ？バルーン、増えた風船。とある広場で発見された風船のような姿の怪異。ガスを入れるボタンを押すように促され、気づくと連打してしまっている。ゲーム関係か？ボタンを押しすぎるとガスで膨張したバルーンの頭部が爆発し、中のガスを吸った周囲の人々は、一時的な興奮状態や混乱など感情が不安定になる。その後、バルーン自体はしぼんだ状態で再び蘇る。この回をジャッジします。気になるね。やってみよう。てか、どんな感じ？喋ったらどんな感じなんだろう。よし、すぐに回の元へ向かおう。オッケー。かわいいな、でも。あれが回、蜂の意味なんだろう。回、バルーンか。かなり小型の回でふらふらと浮いている。慎重に対応に当たろう。はーい。はーい。どうだろうな、今回。なんか全然うまくいかんぞ。むずいぞ。まず様子見る？いや、でも様子はもう見らんでいい気がするな。ちょ、会話しようよ。話しかけよ。ねえ、そこの人を助けて。とってもお腹ペコペコ。ここのボタンを押してパワーを送って。こんなに弱った状態の会話始めたら大丈夫だよ。うっそ。だが、同情を誘うための演技かもしれない。まずは様子を伺おう。様子を伺おうって言われたな。あのボタンを押したらどうなるんだろう。気になるな。いや、それが奴の罠なんですよ。観察少女。中央にある数字は今は0となっているが、何を示すのだろう。確かに気になるかも。それにしてもこの回、かなり強い欲を秘めているのか、強く引き込むようなオーラを持っているな。気づいたらボタンに手が。やばい。どうしようか。様子を見たらさ、変わる？ちょっと。何か変わる？怪異を囲むリングにも数字が並んでいて、すべて8を示している。このリングには強い力があり、怪異を縛り付けると同時に、力を引き出す。怪異を縛り付けると同時に？ああ、でも確かにそうか。パワーをコントロールするためのもののようだ。相当強いのね。8の羅列ってマジで何？何？ 8 の羅列ってなんだ？拍手か？パチ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 。どうしよう。話しかける。いや、気になる。嘘。もう限界か。ちょっと、何してくれてんの？浜目は怪異の餌食となった。ついその吊り下げられたボタンを押してしまった。やば。その瞬間、浜目の脳内に電流が走ってるような感覚があり、気分が高揚するのを感じた。気がつくとその奇妙な快感と興奮に取り憑かれたようにボタンを押すことをやめられなくなっていた。ボタンを押すたび怪異は大きく膨れ上がり、0と数字も目まぐるしく増加した。カウンターか。そして数字が一定の値に達したとき、怪異の膨張が限界を迎え、中身のガスをまき散らしながら花火のように怪異は破裂した。そのガスを吸った周囲の者たちはしばらくの間、興奮状態やパニックに陥った。はい、戻ってきました。再チャレンジです。ちょっとね、リベンジしたい。まずジャッジをさせてくれ。はい。まあ、次はもうじゃあ会話しよう。一回目は聞いたからね。助けてって、ゼロだったから力がなかったのね。そういうことか。でもさ、さっき3回でダメだったじゃん。ってことはさ、今回も3回でさ、ダメでしょ？ 3 回目でダメだから、ここで勝負つけんといかんってことね。ハートのボタン、早く押して、ただ、押すだけでいいから。ハート型のボタン、私の心から何か吸い取られるのでは。ボタンを押すと何が起きる？数字増える。増えるね。きっと君もハッピー。ハッピーじゃないけど、ハッピーだったかな、さっき。なんだか不安定な回だ。不安定か。人間っぽいな、でも。ちょっと。どう？人間っぽくない？あれ？これ何回目っけ？ 2 回目か。あ、じゃあもうちょっと人間にかけよう。ワンチャン。意外と人間なんじゃないの？もし正体が人間であれば、この赤い光で元の人間に戻せるはず。しかし、もし人間ではなかった場合は、はいはい、さっきも聞きましたね。変えてましょう。人間であると思いたい。不安定なところは人間であれ。どうよ。ん？あ、人間だったよ。赤い光を当てた結果、怪異は人間の姿に戻った。しかもなんか可愛いよ。やはり人間だったか。いや、やはりじゃないよ、君。間違えてるから、さっき。
その後、会員になっていた本人に事情を伺った。名前はかずみさんというらしい。でも、なんでカウンターになったの？私はその後、かずみさんに会員になった原因に心当たりがないか聞くことにした。かずみちゃん。SNS や動画で何かを発信するとき誰かがいいねって評価してくれるのが嬉しかった。そういうことを。コメントで拍手をくれてる人もいて、いつかトップにいる人みたいに有名になりたいって思った。なるほどね。そういう気持ち簡単に現れてたのね。期待してくれる人が欲しかった。浅かったな、判断基準。でもだんだん評価の数字ばかりが気になるようになって、もっと伸びたい、上を目指さなきゃって焦っていたらこんなことに。ああ、もう、かずみさん15歳、SNS で大物になり、もっと人気を上昇させたいと望むあまり評価の数字にとらわれた結果、かいいか。はいはい、なるほどね。ビッグになりトップを目指したいという思いが膨らみ上昇しようとする、ああ、そういうことを会議として現れたのか。なるほど、数字を見て浮き沈みしてしまう気持ち、わかるよ。とてもわかる。YouTube も低評価、高評価あるじゃん。それでね、低評価がついたらね、なんか沈んじゃうもん。でも、まあやるけどね。続けますけどね。数に縛られた姿として現れていいのよ。ああ、そう。高評価にはなかなか目が向かないのよ。それがね、人間ってさ。そう、満足できないんだよね。会員の正体が人間であった場合は、会員になった本人に考慮し、その正体について公表しないことが多い。会員になった人は、未知の会員に取り込まれていた被害者のように扱われる。そのため人間が会員になるという事実は限られたものしか知らない。秘密を守ることも重要な仕事だ。やった、センキューフォープレイングありがとうございます。ほぼ勘でした。はい。はい、という、あっさりしたね、推理ゲームなのかな？判断、まあ、推理ゲームか。になります、こちらのね。怪異ジャッジというゲーム。結構シリーズ出てます。なので、気になる人は、まあ、他の子たちもね、いますので、やってみてください。はい、ありがとうございました。楽しかったです。